全く中国という国は、中国のトーク番組で司会者に対する想定外な回答をしたアブリル・ラビーンについて話題になっています。2002年に初めて発売したアルバムが全世界で2000万枚という驚異の売り上げを記録したアブリル・ラビーン。世界的歌姫の彼女が出演したある音楽番組でのインタビュー内容に世界中から称賛が集まりました。そんな彼女に対し、持論を交え無礼な質問を繰り返す司会者、あまりにもくだらないその主張に呆れてしまったアブリルは、生放送中に彼を論破してしまったのです。アブリルは一体何を語ったのでしょうか。今回はアブリルが出演した中国のテレビ番組での司会者とのやり取りと、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。アブリル・ラビーン中国ライブでの事件。カナダ出身のシンガーソングライターであるアブリル・ラビーンは、2002年のデビューアルバム「レッド・ゴー」は全世界で2000万枚を売り上げ、たちまち世界の歌姫と呼ばれるようになりました。その後も楽曲を出せば大ヒット。2007年には25歳以下の最も稼ぐ人物の一人と言われ、当時の年収は約12億円とも言われました。またロックプリンセスの異名を持つ彼女、その力強い歌声や彼女の一挙手一投足が世界から注目されました。そして独特なそのファッションセンスも人気を集め、アブリルに憧れを抱く若者が後を絶ちませんでした。アメリカの経済雑誌「フォーブス」は、アメリカ合衆国で活躍する最もパワフルなカナダ人ベスト7に彼女を選出しています。アブリルはデビュー直後にもかかわらずワールドツアーを敢行。多くのアーティストが目標とする日本武道館の舞台にわずか17歳で立つという偉業を成し遂げたのです。アブリルが開催したツアーは日本だけでなく中国でも行われました。そこである事件が起こってしまったのです。ライブのクライマックスでアブリルが大ヒット曲 I'm with you を観客たちと一緒に歌っていた時のことです。会場のボルテージは最高潮に達し、興奮した中国のファンがステージによじ登ろうとしたのです。アブリルは突然の出来事に驚きました。ファンとはいえ興奮しきったその姿に身の危険を感じるのも無理はありません。よほど怖かったのでしょう。アブリルは悲鳴を上げて泣きながらステージ裏に逃げました。アブリルは自身について、盛り上がるのが大好きで、ステージで羽目を外すのも大好きと公言していましたが、さすがにこのような行動は許容範囲を超えています。この事件には多くのメディアやファンが反応しました。憧れの有名人が目の前に現れた時、もっと近づきたい、触れてみたいなどと思うことは誰にでもあることでしょう。しかし中国のファンはとても熱狂的で、常軌を逸したように見えてしまったのです。中国には追っかけ族という言葉があります。好きなアーティストやスポーツ選手などを追いかける人のことを指しています。彼らは熱狂的なあまり、時に常識では考えられないような行動をとります。ファンサービス欲しさにファン同士で争いに発展することもあるようです。ファンの中には、追っかけ族がいることこそが有名人のステータスだと考える人がいるらしいのですが、追いかけられる本人にすれば、ファンのせいで怖い思いをしたり、大切なファン同士が傷つけ合っているなんて嬉しいはずはないですよね。中国のテレビ番組で日本を大絶賛したアブリル。彼女は中国滞在中に中国の人気音楽番組にも出演しました。ライブで怖い思いをしたばかりで、すっかり中国人に対する恐怖心が芽生えていたアブリル。緊張して顔がこわばってしまい、中国に来られて嬉しいですなど無難な受け答えでしのぐしかありませんでした。まだ若く正直な彼女は、中国でのライブが楽しかったとはとても言えなかったのです。しかし日本でのライブの話題になると、表情がパッと明るくなり、生き生きと語り始めました。日本のファンは最高よ。いつも私は温かく迎えてくれるの。しかも空き時間に立ち寄る日本の街はどこに行っても綺麗で、サービスもとても洗練されているように感じたわ。日本のファンも中国のファンと同じように、憧れのスターが来ると興奮して出迎えます。しかしアブリルによると、日本人の振る舞いは他の国とは明らかに違うというのです。日本のファンは決してぶしつけにアーティストのプライベートに踏み込んだり、パフォーマンスの邪魔をすることはないわ。アーティストへの敬意を感じるの。日本人は本当に礼儀正しいのよ。
彼女はパパラッチが大嫌いで、パパラッチのように付きまとうファンは不快だと訴えました。日本にも熱狂的なファンは存在しますが、マナーのないファンはあまり見かけません。せっかく日本に来てくれたのだから、いい気持ちで日本を楽しんでもらいたい、そう考えるファンが多いのです。日本にはアヴリルのプライベートを探るような異常なファンはほとんどおらず、ゆっくり買い物を満喫できたそうです。日本のスーパーマーケットに買い物に行ったこともあり、周りの目を気にすることなく、のびのびとショッピングを楽しめたと語りました。日本のスーパーに行ったことが嬉しくて、自身の SNS にアップしたことも紹介しました。アヴリルに限らず、多くの海外アーティストは日本の観客のマナーを称賛します。そしてステージの上だけでなく、プライベートでも日本人のファンのマナーがいいと感じるのだそう。アヴリルは楽しそうに日本の話ばかりしていました。それから日本の文化も大好きなのよね。ライブだけが目的ではなく、日本に来ること自体が私にとって大きな喜びなの。アヴリルは日本の伝統文化にも興味があり、様々な日本の文化を体験したことがあるんだそう。それどころか日本のポップカルチャーにまで詳しいのです。予想外にも日本のことを熱く語るアヴリルに司会者も困り顔です。なんとか中国に関するコメントを引き出そうと話を変えようとするのですが、彼女はお構いなし。日本の若者たちのファッションも大好き。彼女たちは一つの概念にとらわれないの。一人一人が自分のスタイルを貫いているわ。好きなものを身につけて本当にファッションを楽しんでいるのね。私もブランドを立ち上げたんだけど、日本のファッションを参考にしているのよ。日本にライブに行くと渋谷109に行くの。ここに行けば日本のファッションが全部わかるわよ。アヴリルは日本のファッションは世界でも人気があると楽しそうに語りました。可愛いっていう言葉はもう世界共通の言葉よ。日本の文化は可愛い文化って言われているの。こうなるともう彼女の日本愛は止まりません。中国人司会者の意味不明な質問を論破。口を開けば日本の話をするアヴリルにしびれを切らした中国人司会者はこう言いました。日本の文化って言っても、もともとは別の国の文化だったでしょ。それって他の国のものをパクるってことじゃないですか。特にアジアの国は日本のパクリ癖に困っているんですよ。アヴリルさんだって他のアーティストにパクられたら嫌でしょ。日本のパクリ癖はいつかなくなると思いますか。通訳を通してその言葉を聞いたアヴリルは途端に目を大きく見開き、両手を天に向け呆れた表情をしました。何を言ってるの。質問の意味がわからないわ。司会者は繰り返します。ですから日本はいろんな中国文化を猿真似しています。彼らはいつか真似をやめてくれると思いますか。するとアヴリルは猛然と反発し始めました。あなたは何の話をしているの。確かに日本と中国は歴史的に深いつながりがあるみたいね。でも2つの国は全くの別物じゃない。アヴリルの剣幕に司会者がひるみながらも、ですがと続けようとした時です。アヴリルはそれを遮るようにこう言いました。日本が中国の何をパクったの。ちゃんと例を挙げて教えて。音楽、ファッション、それとも他の何か。私の目には日本の文化はどの国にもない独特のものばかりよ。中国に来てから日本で見たようなものは見たことがないけど。これには司会者も何も言えなくなってしまいました。明らかに気分を害しているアヴリル。この番組は生放送で、最悪な空気がそのまま放送されてしまいました。司会者は慌てて差し障りのない質問に戻るも、アヴリルの機嫌が治ることはなかったのです。終始盛り上がりのないまま番組は終了しました。中国についての話がほとんどなく、全く盛り上がらない放送を見た中国の視聴者からは番組宛てに批判が殺到しました。多くの中国人がこの司会者に激怒していたのです。司会者は何をしている。日本の話をベラベラと喋らせて、我が国に関する印象は全く引き出していないじゃないか。この小娘は売れていると思って生意気だな。中国に来る前に何も勉強してこなかったんだな。こいつが言っていることは理解できないし腹が立つ。こんなやつの曲なんか聞く価値がない。アヴリルに対する批判だけではなく、司会者に対しても言いたい放題です。中には有史以来のことを持ち出し、中国は日本よりも上であると主張する人もいました。このインタビューの様子は動画配信サイトにも共有され、海外からのコメントも寄せられました。
日本には何度も遊びに行ってるけど、中国のパクリなんて見当たらないよ。中国で日本のキャラクターをパクってるのは見たけどね。この司会者の質問、意味不明じゃない？アブリルに何を言わせたかったのかしら。日本の文化は日本独自だと思うよ。中国の文化も中国独自だと思う。このように世界の人々の間でも、日本は中国のパクリではないという意見が圧倒的に多かったのです。本物の親日家アブリル・ラビーン。アブリルがこれほどまでに腹を立てたのは、決して中国よりも日本が優れていると言いたかったわけではありません。ただ自分が愛しているものを否定し、バカにされたような気持ちになったからです。アブリルは日本の文化に影響を受け、日本が好きだったというだけなのです。アブリルは日本で東日本大震災が起きた時、日本に向けて、今回の出来事をニュースで見てとても悲しい気持ちになりました。日本は私が大好きな国で、日本のファンは大切な人たちです、とメッセージを発信しました。そして彼女はこの地震で被災した若者150人にカナダ留学の機会を提供するという大規模な支援をしています。日本とカナダの架け橋になれたことを嬉しく思っています、とコメントしたのです。震災復興のチャリティー活動に参加したり、自身のプロジェクトの収益金を全て日本に寄付したりと、献身的に日本を支えたアブリル。彼女は震災から4年後にも、日本をずっと愛しています、日本の地震から4年、とメッセージを発信しています。一方アブリルは、中国で起こった四川大地震の時にもいち早く寄付を行い支援をしているのです。それなのに中国ではアブリルが自国のために尽力してくれたことには触れず、日本を支援したニュースばかりを取り上げました。中国政府はこのようなやり方で国民感情を刺激し、日本ばかりが恩恵を受けていると批判したのです。自分には多くの支援をしてほしいけれど、他国への支援は許さないという姿勢は醜いものですよね。それにしても彼女がここまで愛情を示すのは、アジアでも日本だけのようです。日本の女の子のファッションについても、世界の中でも一番素晴らしいと言っています。アブリルは小柄な体型から、アメリカで自分に合うサイズの服を探すのが大変なんだとか、日本に来ると私にフィットするものがいっぱいあるの、と日本のファッションがお気に入りであることを発信しています。また彼女は日本の情報番組に出演した時、和太鼓の生演奏をプレゼントされました。和太鼓に興味があるというアブリルのために、番組がサプライズで用意したのです。アブリルは両手をたたいて大喜び、和太鼓奏者に自ら2日後の自身のライブに出てくれないかと交渉したのです。これには関係者一同も驚いていましたが、アブリルの熱意が伝わり、無事に交渉成立。埼玉で行われた彼女のライブに、和太鼓チーム太鼓ラボ無限が出演しました。大好きな日本文化をついに自身のライブに取り入れたアブリル。日本公演ならではの演出に観客も大盛り上がり、バンド演奏者たちも感激を隠せない様子です。これがきっかけでアブリルのライブでは何度か和太鼓チームが出演しています。世界的歌姫と日本の伝統文化の融合に、日本のファンたちも大感激でした。日本好きが高じたアブリルは、ついに自身が愛してやまない日本のキャラクターを歌にしてしまいました。ハローキティという曲で、歌詞には日本語も散りばめられています。彼女はこの曲を、私は日本の文化が大好きで、人生の半分を日本で過ごしている。この曲のミュージックビデオを撮るために日本に飛んでいったのよ。これは特別に日本のファンのために、日本のスタッフと共に日本で作ったものなの、と紹介したのです。このミュージックビデオは、アブリルが日本の街をかっ歩したり、寿司屋で日本酒と寿司を堪能したり、日本の女子高生とダンスしたりと、日本が満載。彼女が愛する可愛い文化も取り入れられています。またアブリルの妹であるミシェルは、日本のロックバンドワンオクロックのベーシストリョータと結婚しています。なんとアブリルは日本人と親戚関係にあるわけです。親日家の彼女はさぞ喜んだことでしょう。アブリルと日本はもはや切っても切り離せない関係になっていますね。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからコメントが届いているので、その一部をご紹介します。確かに中国の歴史を参考にして築かれた日本文化もあるみたいね。
でも日本の文化は日本でしか見られないわ。こんな失礼なことを言われても、中国に対して誠実に接している日本人の性格を中国人が猿真似すればいいのよ。日本人は子供の頃から公共の場で騒いではいけないと教育されている。だから世界的スターを見ても迷惑をかけないように配慮することができるんだね。そもそも日本は中国との関わりがなければここまで成長できていない。歴史的に深い関係だったからこそ今の日本があるということを中国にもっと感謝するべきだよ。日本にも追っかけはいるけど、人を不快にさせるようなことはしないわ。有名人が日本に旅行したがる理由がわかる気がするわね。いかがでしたか？日本には中国が嫉妬してしまうような魅力的な文化が数多くあります。思わず可愛いと言いたくなるようなポップカルチャーは海外の人から見れば珍しいのでしょう。こうした日本文化の良さをアヴリルのような世界的スターが発信してくれることが海外から注目を集めるきっかけにもなります。たくさんの人たちに日本の面白い文化を経験してもらいたいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。